井上咲子です。ひろむです。紙コップ1000個です。1000個使ってその上で教室相撲やりたいと思います。じゃあ普通に教室相撲なんでそれでどっちが強いかみたいな。まあこんなもんか。うん、まあ公式戦とかないから。オッケー、おたげやるな。おああああ一回ね、きょうちゃんとやったことあって、嘘、一瞬で負けた。よし、次行きましょう。ああ、最悪やー。そういういじめ、攻撃それでは両者準備を始めてください。大丈夫かな、これ。落ちたぞ、1個落ちたぞ。いけるよね。いける。違うね、これね。違うね、これだね。よっしゃ、頑張って。違う。はけおい。残った。これ。あ、入れてる。ああ。左触るのはなしだね。はい。なんかすごい音してない。俺の方がね、几帳面だからしっかり揃ってんだよ。お前ちょっと口臭いな。口臭くないでしょ。さっきから俺のばっかじゃない。いや、俺の一個。今ヒロムはな、陸でも空中でも弱いということを証明してやる。ロス俺今グラグラしてるんだけど。自分で行くぞこいつこれ笑んでもっと攻めないと。おいあんたいとこの孫は成長したな。もう高校生か。高校生やんだな。迫力じゃん。どんどん押してもすごいね。めちゃくちゃ反則やぞ今の。怖い。おらマジでこれ。ボロボロだよもう。これやべえ。これで保っていいよな。早く落ちろよおめえ。もういいから。落ちねえよ俺は。うまくなってきた。こっちだし。やばいスマッシュブラザーズっていう復帰や。なんかいきなり強くなった。なんでしい。乗ったよ、乗ったよ。うわー、うわー。ご視聴ありがとうございました。まあ、僕が勝ちということで、まあね、これ仕方ないけど、まあ、ズルはね、なしで。万歳。前回の動画とおすすめの動画こちらから、チャンネル登録のアイコンからよろしくお願いします。次回の動画見てね。バイバーイ。